海外ウチナンチュ女子ぶっちゃけガールズトーク。ハイタイ中曽根泉やいびん、こんにちは。ウチナンチュこと沖縄県民の中曽根泉です。 Hola a todos, buenas tardes. Soy Erika, 沖縄県で segunda generación, nacido en Bolivia. こんにちは、ボリビア生まれの海外ウチナンチュ2世のエリカです。よろしくお願いします。Hi, aloha, I'm Sami. I'm from Hawaii and I'm a fourth generation Uchinanchu. 皆さんこんにちは。私はサミーです。ハワイ生まれの Uchinanchu の4世です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。天の声です。よろしくお願いします。この動画では沖縄にルーツを持つ海外生まれの女子お二人が海外ウチナンチュとして沖縄、日本に来て思ったこと、感じたことを HY の中曽根泉さんと楽しくトークしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と、その前に、そもそも海外ウチナンチュって何？という人のためにちょこっと説明するね。海外ウチナンチュとは海外で暮らす沖縄県系人のことで、現在およそ42万人いると言われているよ。いっぱいいるね。今からおよそ120年前、出稼ぎやいろいろな理由で沖縄から海外へ渡った移民の人たちがいました。移民の人たちは現地の過酷な労働に耐えながらも、戦争で沖縄が焼け野原になった時は支援物資を送ってくれたり、最近では火災で焼失した首里城への復興支援として寄付金を送ってくれたりと、沖縄の人たちが困った時は遠い外国からいつも助けてくれました。そんな移民の子孫であるエリカさん、サミーさんは海外生まれ海外育ち。ルーツである沖縄に思いを馳せて来日した2人から、一体どんなお話が聞けるのかな。ではでは、モニターにご注目ください。最初のお題はこちら。沖縄、日本に来て驚いたこと。私が一番驚いたことなのが、トイレですね。トイレトイレです。ハワイの場合は公衆トイレとかあんまり行きたくないですね。結構汚くて、日本とか沖縄のトイレは公衆トイレでもとっても綺麗で、なんかウォシュレットついてる場合も結構多くて、はいはいはい、それでびっくりしましたね。あ、トイレは海外の人びっくりするって言うよね。それ南米も一緒です。あ、そうなんだ。もう絶対公共トイレには入りたくない。あ、そうなんだ。日本についてさ、もうと空港のトイレ入って写真も撮りましたもん。トイレはとても綺麗です。トイレ事情は確かに分かるわ。HY も海外にライブとか行くんですけど、はい、その時にやっぱり何度かこう詰まらせたことがあって、で日本でトイレ詰まらすって結構すごいものをした時か、ティッシュがすごい多いとか、海外行った時に普通の量で変なあれですけど、ティッシュの量も普通でってやったのに詰まらせた時とか。髪流したらダメなんですよ。そうよね。そうだからやったものもゴミ箱にみたいな感じだよね。そう。だからすごく汚いし臭いよね。でもハワイはトイレットペーパー流せるんですけど、ボリビア流せない。流せないんです。やばいな。ゴミ箱にあっても別に気にならない。ゴミ箱も蓋がついてるものじゃないと。さすがに。どんどん行っていいんですか？結構話したいのあります。あ、まだある？330沿いにとっくりキワタっていう木があって、はいはいはい、ボリビアからこの琉球政府の方がボリビア10周年の時に行った際にその種を持ってきて、沖縄に行ってそれを植えていったっていう話があって。それまでは沖縄になかったの？らしいです。なんかずっと昔から見てる気もするけどね。そういうところでまたボリビアとのつながりがあったんだ。はい、やっぱそれ見た時に、あ、なんか嬉しいというか。なんか逆に、そうなんだって思って、逆になんか帰ろうって思った。もういつだったら、もういつ、うちなんちだから、もう東京とか行ってももうすぐ帰りたいわけ、もう沖縄に。だからもうシリーズがそれ見てたら、もう多分もう帰りたいって泣いてたな。ちょっと嬉しかったな。逆にね、逆にボリビアのものが沖縄にもあるんだ。家って賃貸？マンション？賃貸です。賃貸？あんなでっかいの無理だよね。無理です。家ちょっと今日思い出すかなと思ってね、金で売れたなと思ったんだけど、大変なことなのね。じゃあね。他にあります？沖縄の海の青さにびっくりしましたね。でもハワイでしょ？そうです。みんななんかハワイの方海綺麗でしょって思うんですけど、実は私は沖縄の方の海が綺麗だと思います。よく言った。これ別にハワイ
ワイを冒涜するわけじゃないんだけど私もハワイに行った時に思ったのよ。あ、そうですか。あ、初めて行った時にすごいんだろうなって思ったらなんかあれ意外とこれちょっとワンちゃん沖縄の方が綺麗じゃんって思っちゃったもんね。でもやっぱ向こうに住んでる人がやっぱこっち来ても色味がちょっと違うのかな、透明度とかなんかそういう。そうですね、多分あの沖縄の方サンゴ礁が多いので、うん、多分それでとても綺麗な青、なんかエメラルドグリーンっていうので、うん、なんかよく発音できない。海は南米から来る人でも、もう全員間違いなくもう圧倒的に感激。特にボリビアは海がない国なので、あ、そうなんだ。来た時はあ、そっか、あのウユニ塩湖はあれ海じゃないもんね。あれは塩です。あ、塩か。でもあれもすごい綺麗だけどね。あれね、一回もう写真撮りに行きたいって思って。そうがいいですよ。ただ標高がすごく高くて。そうそうそう。なんかこう実際沖縄に来てみたらなんか違ったこととかなんか感じたことみたいなのとかもあります？日本って結構時間きっちりと思ってたんですよ。うん、でも沖縄って日本じゃないじゃないですか。そう、本当にこれは時間は今までは散々あの沖縄って日本日本みたいに言ってたけど、もうこれはじゃないから。時間に関してはもう海外。そう、だから初めて沖縄に来た時に車も当然なくてもうバスしか移動手段ないんですけど、うん、もうこの時間に来るはずって待って15分待ってあれ私道間違えたかなとか思ったり、うん、もう30分待っても来ないとか、うん、当たり前だよって後で言われたんですけど。そうそうそうなのあと国だけないと泊まる今どうなんだろう。県外はバス停に泊まってるんだから、あ、人がねいるんだから普通に多分泊まってくれるわけよ。でも沖縄の場合はバス停に行っても手挙げないと、あ、はい、私たちのバスにはあなた乗らないんだね、次のバスだねって感じでスルーされたわけ。海外はどうなんですか？海外はもう逆に積極的に乗り出さないと止まらないです。あ、やっぱ同じ。そこも同じじゃん。だからそうだからこの日本ってもう結構時間きっちりっていうイメージがあったから、うん、沖縄は日本じゃない、うん、そう、ここだけは違う。で 他にはないですか？みんなあの沖縄に住んでる人たちみんな三線弾けるかなってなんか勝手に想像して、はいはいはい、たんですけど、うん、実際切ってみたらそんなことないですね。三振、まあでもおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてたんで私は三振はもうずっと待ってました。近所もそこら中こう弾いてましたけど、今はもうないね。やっぱね、うん、やっぱ今沖縄もだいぶ都会になっちゃってるからね。例えばボリビアでは沖縄村があって、そこではもう全員うちの口なんですよ。それが当たり前と思ってたんですよ。はいはいはい。で沖縄に来た時に、うん、うちの口逆に喋れないとか、うん、え、何それとか、私の方が逆に知ってる方になってしまって、うんうんうん、ちょっとびっくり。確かにそれはあるかもしれないね。じゃあこういう風にしてなんか文化がどんどん消えていくのはちょっと悲しいなってあの 私自身もねなんかちょっと思うんですけどね。じゃあ2人はあの沖縄に来て食事がどうとかなんかそういうのとかもありました？私は食事はそんなに違いはなくて、うん、逆にボリビアでもゴーヤチャンプルーとか南米だとか食べてましたし、人参、さすがに人参しりしりはしないでしょ。人参切り回ってる。嘘でしょ。めっちゃ沖縄じゃん。めっちゃ沖縄です。もうそれぐらい今ボリビアに沖縄の文化がすごい来てたんだ。あります。サミさんあります？私は食事に関してエリカさんと同じく違和感とかなかったんですけど、家の畑にあのゴーヤとかナベラ、育ってたのですげえなよく食べてました。そうなんだ。え、じゃあ初めて食べたものっていうのもないの？沖縄に来てあれは、ほらあのなんか赤いやつでパッションフルーツ。でもハワイもあります。あります。シークワーサーは？シークワーサー、シークワーサー、あ、初めてでしょ。シークワーサーはないです。違う違う。でもマンゴーは、マンゴーもあるか。マンゴーは逆にうち畑にも腐るほどあって。文化はどう？文化とか風習とか。モアイ。あ、モアイの。のモアイ、頼もしって言ってました。頼もし、頼もし。言葉は頼もしだけど、あのモアイっていうのがあった。はい、みんなでお金を出しちゃって、お金出して。でもモアイもどうなんだろうね。今最近の若い子とかやるのかね。スタッフであの20代の子がいるのよ、男の子。ね、どこ、あ、いたいた。あ、モアイとかやってる？やってもないです。あ、やっぱないんだ。ほら自分たちの時代はモアイに入るのがすごくなんか大人になった証みたいな感じだったのよ。今の子はそれがないんだ。
なんで？めっちゃいい国だ。沖縄のその風習的な。ね、モアイなんかいいよ。ハワイもモアイはあるの？私の世代はないですね。あ、やっぱない。あの一世の世代、あの自分のひいおじいさんたちに当たる世代はあったって聞いてるんですけど。うんうん、続かなかったんだ。そうですね。まあ、相当ね、やっぱ信用信頼ないとお金をね、人にこう貸し借りの問題もあるからね。はい。では次のお題に行きましょう。じゃん。沖縄に来た理由。確かにそれは聞いてなかったですね。それ聞かずにずっと話してたね。きっかけっていうのが、この北谷町の、海外移住者指定村の受け入れ事業。私はそれまではもう全然沖縄にも興味もなかったし、うん、その時まではもうバリバリボリビア人。うん、その時まではあの日本語を喋れたの。日本語は家の中では4ヶ月だけだったので、ちょっと軽い気持ちで来たのがきっかけです。それから4ヶ月が終わってもう楽しすぎて、あ、そうなんだそう、足りないと思って1回帰って、うん、親にももう一度行きたいって言って、その3年目にちょうどうちなんち大会があって、若者連合の中に今の旦那と出会ったんです。じゃあもう結婚してもここにもうじゃ移住というかずっといることになったのね。 で、はい、でも日本中いろんなところ、まあ、すごい素敵なところいっぱいあるから、あそこにも住んでみたいとかならなかったんですか？ならなかったです。でこの来たいなっていうきっかけも人、やっぱり人が、うん、人がいいのよ。でそうなんですよ、沖縄の人、人がいいの、人がいいね。続きましてサミさん。一番最初に来たのが11歳の時に、うん、お母さんと2人で旅行しに来たんですけど、来てみたら夢が湧いてきて、うん、私は絶対ここに住みますって決めました。ふるさとに帰ってきてるような感じがして。あ、感覚あったんだ。なんかもう降りた瞬間に、はい、もう魂のレベルで、はい、私ここだわみたいになったんだそうですね、なんかうまく説明できないんですけど、うん、何か感じましたでしょう、ね、全然関係ないんだけど、サミさん、あのパッと見はあれだね、浅田真央ちゃん似てるね。ね、全然関係ないんだけどさ、わかる？真央、浅田。やっぱりずっとまだ沖縄に住みたいという夢があったので、うん、日本語に身につけないといけないっていうなんか問題があって、ね、うん、東京の大学4年勉強しました。まあ、東京は沖縄とハワイと全く違う環境で、うん、結構ホームシックになったりしたんですけど、うん、その時になんていう、自分を助かったのが東京にいる沖縄コミュニティ、県人会とか、うん、A さんの団体に、うん、参加したりして、もうそれぐらい沖縄を欲してたと。そうですね東京に行ってももう私の気持ちも早くもう日本語を覚えてもう早く沖縄行きたいみたいな。そうですねこんなに愛されても幸せですね、私たちねこのなんか両親からいろいろ聞いてることとかもあります？ルーツ、あなたはここにこうこうこうして今ボリビアに来たのよみたいな。なんかこのうちのおじいちゃんが、ボリビアの政策移民、政策移民で、第一期で行っているので、うん、結構苦労した方っては聞いてて、でおじいちゃんは実はペルーで生まれて、うん、10歳11歳の時に妹と一緒に沖縄に来た。あ、じゃあいろいろ転々としてたみたいな感じなのかな。で沖縄で日本語を一から勉強したって、うん、でそれもなんか日本語を頑張って勉強してやって、戦争の後ボリビアに行ってボリビアをまた、また言葉を覚えて、そうそうそう、なんかそう、うわ大変だね。そういうのを聞くとこんななんかちょっと悩みがある時とか、なんかくじけそうになる時とか、うん、こうなのに比べたらそうよねってなると頑張ろうって、うん、確かにそれはあるなんか今の話聞いて私も思いましたね、こんなのに比べたらってね、痩せないとかさ、何キロ太ったとかね、みんなあります、ね、でもやっぱ今平和すぎて、少しのことがあったらちょっと何かあったらもう嫌だみたいな、もうすぐもうできない、もうくじけるみたいなね。逃げる場所があるからとか、なんか自分に甘えがあるからそういうのやめたとか、もうこんなのやってられないよとかって言うんですけど、その当時のおじいちゃんたちとかお父さんはそのオプションさえもないから、やるしかないんだもん。やるしかないとか、うん、そういう考え方 も私たちにもずっと伝わって
はいますね。でサミさんは何かそういうのあります？母さん側とお父さん側両方のひいおじいさんひいおばあさん全員沖縄出身で、まあ、115年前に沖縄からハワイに移民しまして、まあ、ひいおじいさんひいおばあさんたちのことを、まあ、もっと知りたいと思っていろいろあのお父さんお母さんおじいさんおばあさんに聞いたんですけどなかなか答えられなかったんですね。なぜかというと言葉の壁があったんですね。移民一世はウチナグチと日本語しか喋れなくて、うん、二世はあのハワイ生まれなので、うんまあ、自分の親とはいえ多分深い話はできなかったんですかね、うん、あの片言の日本語と英語で、うん、沖縄とかひいおじいさんたちのこともっと知りたいと思って沖縄にその答えを探しに来てひいおじいさんたちの出身地が、カツレンヘシキアなんですけど。あ、そうなの？そうです。カツレン城の案内の人に、うん、あの戸籍を見せてこの家族知らないですか、うん、って聞いたらあ親戚ですよって言われて、それでつなげてくれた。どんだけ大きな小さいのって話よね。俺みたいなの外国の方はそう思うんじゃないすごい奇跡じゃんそれ。そういうことがあってで今でもあの連絡取ってあの遊びに行ったりしてます。ありがとう。でも今のサミーの話でこう思い出したことがあって、うん、沖縄にもう住み始めててこの設計事務所で仕事をしててその年の受け入れ研修生を、うん、あのこの同じ設計事務所で企業研修させてたまたまなんですけど話していったらペルーの子なんですけど話してから、うん、このお父さんは誰おじいちゃんは誰って名前を聞いていったら、うん繋がってたんですよ、親戚で、でその子ホームステイ先に行ったらそこも親戚 で、そういうのがあったからこそもっとこの自分のルーツ家系をちゃんと調べたい、なんか完成したいどうやって繋がってるのか知りたいっていう興味が湧いて、じゃあ今そういうの作成してるの今してます。だからそれもそれこそ沖縄にいなかったら絶対やってない。そうよね、だってお互い違う国に来てそうです。あどうもって話してえあの親戚ってならないでしょ普通ならないよね。ならないです。沖縄にいなければこんなことはなかったっていうのが発見もあるし、やっぱりなんかパワーがあるんですよね。いやでもよかったですねなんか2人のこのルーツでもすごいよね。だってさもし自分がおじいおばあがなんか海外どっかにいるとしてそのルーツを探しにその国まで行って親族探して渡り歩くみたいなするかって言われたらちょっと分かんないなって思うけど、なんかやっぱ2人はどっかでそういう先祖のあれなものを感じて違うところにいてもなんかその先祖がいたその沖縄っていう場所のことを知ろうとしたりとかそういう気持ちがすごい強いじゃない2人って。その気持ちが今の沖縄の人にもあればもっとなんか沖縄が別の意味での賑やかというかになるのかなって思ったね。やっぱり今沖縄ってあの本当に観光地になっちゃって、まあ、もちろん発展もしていくしそれがすごい嬉しいことでもあるんだけど文化が同時に失われていってしまうで引き継あの受け継ぐ人もいない。文化を受け継いでいくってすごい難しいことだと思うんですよ。あの重箱には何々から入れるとかもう本当にすごい細かいんですよ入れるのが。そういうのまで覚えていくって大変だしそれをまた娘にも教えていくってなった時にこれやりきれるかなっていう思いもあるけど同時にいや残していかなきゃいけないし残していきたいって思う自分もいて、あの見たこともないよヒーヒーヒーおばとかヒーヒーヒーおじとかもやっぱいるわけでしょ。その人たちがやってたであろうことを今の自分がやってるってなんかつながってる感じするじゃん先祖と。でなんかすごく大好きだよっていう気持ちをお互いこう送り合ってる気がして、だから私はすごく沖縄の文化大事にしたいなって思うし、だからなんかもし2人が自分のやっぱ国にやっぱ帰りますってなった時にそこでもぜひ沖縄であの覚えたものだったりあのそういう文化だったものをなんかぜひ持って帰ってほしいなって思いました。はい、じゃあ今日はありがとうございましたって終わっちゃった。ガールズトークが止まりませんがここで前半終了。後半の動画では恋バナやリンゴ持ってプロポーズわー美容ファッションについてトークしちゃうよ。最初のティーバッグはお母さんからもらいましたもん。すごいすげえな。お楽しみに。